ラーメンが好きですか私はラーメンが大好きです。おいしいですよね。この間、新宿の有名なラーメン店に行きました。有名店なので人がたくさん並んでいてなんと3時間待ちでした。でも どうしてもラーメンが食べたかったので3時間並びましたところが私の番になる少し前でラーメンが売り切れてしまいました結局その日はラーメンが食べられませんでした本当に本当に 本当に残念でした人気のラーメン店に3時間も並んだ挙句売り切れで食べられませんでした人気のラーメン店に3時間も並んだ挙句売り切れで食べられませんでした 今日は JLPT N2 の文型あげくについてレッスンしますあげくはたくさんサムシングしましたが最終的に残念な結果となったという意味です最初の例文をもう一度見てみましょう 人気のラーメン店に3時間も並んだ挙げく売り切れで食べられませんでした。これは人気のラーメン店に3時間たくさん並びましたが最終的に売り切れで食べられなかった。ああ残念でした。 という意味ですこの間彼にもらった指輪をなくしてしまいました。家でなくしたので家のどこかにあるはずです。私は何日も何日も何日も指輪を探しました。たくさん探しました。でも 見つかりませんでした。何日も指輪を探したあげく、結局見つかりませんでした。何日も指輪を探したあげく、結局見つかりませんでした。はあ、どうしよう。これは何日も何日も たっくさん指輪を探しましたが、最終的に見つからなかった。残念な結果となったという意味ですね。フォームは、ショートフォーム、パスタ、タフォーム、プラス、あげく、or、サムシングするの形にできる ナウンの部分プラスのプラスあげく .for example, 話し合いをする話し合いをする。話し合いはナウンだから、話し合いのあげく。喧嘩する 喧嘩する。喧嘩はナウンだから喧嘩の挙句となります。また挙句はいろいろ散々長い間など程度を強調する言葉と一緒に使われます。 少ししかしなかったことや短い時間のことには使いません。皆さん、今日も見てくださってありがとうございます。もし今日のレッスンが気に入ってくれたら、いいねを押して、通知をオンにして、お友達にシェアお願いします。そしてもちろん、チャンネル登録も忘れずにお願いします。じゃあまた会いましょう。 またねそれからもう一つ、私たちはオンラインレッスンをしています。もし皆さんがオンラインレッスンしたかったら、スカイプでフェイストゥブフェイスで授業をすることができます。ぜひ、ことに連絡をしてください。Thanks for watching! Please remember to subscribe and turn on notifications.